皆さんこんにちは、高橋貴子です。こちらの動画ではあなたに最後にお伝えしたいことを撮っております。なので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。私は起業する前、会社員だった頃からインターネット集客の勉強を事前に行っていました。それは、他の教室の先生で集客に苦しんでいる先生が、ネット集客を活用すれば多分もっと早くに、いろいろ集客ができたであろうという現状を見ていた状態で、それで自分がその世界に飛び込むと決めたので、その準備として正しい道筋を知るためにすで、にダブルで会社員はやりながら、ネット集客の勉強をしていたっていう状態でやったために、開業時、もうほぼ9割方埋まった状態でスタートできているっていうやり方をすることができたんですね。これは事前準備として必要だったっていうことと、あとは一番重要なことが正しいやり方を知って、でその準備をするっていうことが、重要だなっていうふうに感じたんですね。なのでブログもすごく書いていたんです。だけれども、例えばそのブログもどんなふうに書けば集客しやすいブログが作れるのかというのを最初から知って書くのか、それとも途中から知って書き始めるのかだと、例えば1年で、300は書くのは大変かもしれないですけど、じゃあ例えば100個記事を作るっていうふうにした時に、その100記事に対しての集客できるように書いている記事なのか、そうでない記事なのかによって、その後の成果と効果が全く違ってしまうんですね。だから一つ分かっているのは、同じ努力をするのであれば正しい方法でやっていく方が結果として後で楽になるよっていう、そういうお話なんですね。だから今知ったから遅いかっていうと、そうではなくて、知らないよりは知った方がいい。だからやってる活動に意味があって、その意味付けがご自身で分かっている方は大丈夫なんです。そうでないのであれば、なぜじゃブログ書かなきゃいけないのか、なんで Facebook やるのか、なんで Instagram やるのか、ただ画像を上げるだけ、ただ記事を書くだけでは、全然それは、集客できるものにはなっていかないので、先に知るべきことはその意味付けと正しい使い方、正しい道筋、これを知ってるか知ってないかだけの違いは非常に大きな、まずスタートダッシュでの要因になると思います。その後努力するかしないかはご本人の、範疇になっていくので、まずはその知識を知るっていう、そこを、気づくか気づかないか、それを知ろうとするかしないか、このあたりが一つ大きなポイントになってくると思います。ですので、私は何歳からでも起業はできると思ってるし、今現状今一つだったとしても何度でもやり直しはできると思っているので、正しい道筋を、知ってもう一度再構築したいという方は、ぜひご一緒に頑張っていきたいと思いますので、今現状の自分の姿っていうのは、ある意味どうでもいいというふうに思います。未来に向かって、走っていこう、行けると覚悟ができる、そんな人は多分そういう未来を手に入れることができると思っているので、そんな方のサポートを私はしたいと思っています。ですので、アカデミーの方では同じ思いを、している共感できるような仲間たちもたくさんいます。そんなみんなと一緒に登っていく、頑張っていける、そんな環境づくりを私自身も心がけておりますので、ぜひ仲間になって頑張ってみたいという方は、ご一緒にやっていただければなというふうに思っております。こちらの方が私が今皆さんにお伝えしたい最後の、一つ大事なこと、知るか知らないか、知っているか知らなかったか、だったら知ろうということをお伝えしたいと思います。ぜひ、本コースでお会いできる日を楽しみにしております。それでは。